レームは MP3 への変換に用いられるフリーのアプリケーションソフトウェア。名称はレームエイントアン MP3 エンコーダの再帰的当時後、1998年から開発が続けられている。レーム V3.995 レームは MP3 に変換するのに使われるソースコードの中でも特に優秀とされ、レームを採用しているエンコーダは他のエンコーダよりも 品質の良い MP3 ファイルを作ることができるため、広く支持されている。また、バージョン3.90から、キャップレスを実現しているが、これを実現しているのは、レームと iTunes のみである。オープンソースコミュニティによって開発されており、無料で利用できる。当初は、マイクチェーンにより 8Hz MP3 に対する、パッチという扱いで配布されていたが、 1998年10月4日にリリースされたバージョン2.0からは ISO のサンプルコードを改良するという形に開発体制が移行し、レームはパッチではなく、現在のように完全なソースコードの形式で配布されるようになった。開発が進み、最終的には2000年5月8日にリリースされた3.81ベータにおいて、 ISO 由来のコードが完全に取り除かれるに至った。オープンソースであることから様々な OS で動作することも特徴である。UNIX や UNIX k 系 OS 上だけではなく、Windows や Ami が OS に BIS、さらには疑似コンソールを使用したクラシック MacOS 用のアプリケーションも存在する。推奨ビットレートは 192kbps。 以上だが、かつてはこれでもボービスの 128kbps には及ばないなどと言われていた。しかし、新しい心理音響モデルのリスプシートンの導入や、可変ビットレートモードの改良等が行われ、現在に至るまで品質を向上させる努力が行われている。これらの成果は、ハイドラジャノーディオにおいて行われた複数のリスニングテストで示されている。 レームから派生したエンコーダとして、5個のコダがあるが、これはレームをベースとして、MMX、SSE、3ナオといった X86 プロセッサ向けの進度命令を積極的に用いて最適化を行ったものである。エンコード速度が非常に高速である反面、ベースとなっているレームのバージョンが古いため、近年の音質向上の試みが反映されていないという欠点がある。 この午後のコダの成果の一部は、かつて評価版として配布されていた、レームバージョン4.0に取り入れられ、さらに、レーム3.98ベータ1に本格的に導入され、現在に至っている。また、マイクチェンによる、MPEG オーディオレイヤー2のエンコーダの2レームも1998年11月7日に、リリースされた。バージョン3.97をマルチスレッド化して、 高速化しようという試みもあったが、ビットリザーバが無効になるなど音質面での欠点があり、ベンチマーク以外の用途では普及するには至っていない。レームは MP3 エンコーダではないの意味。当初は他のエンコーダーのパッチの形だったため。なお、本来の英単語のレームは足の不自由な時代遅れのという意味である。デコーダ側の対応を必要とするので、 すべての環境でギャップレスを保証するものではない。レームと iTunes のギャップレス対応の実装は異なるが iTunes はレームを用いてエンコードされた MP3 ファイルのギャップレス再生情報にも対応している HATGNU、Linux、BSD、MacOS BS、Solaris Mac、Elix、PlanQ 等。HydraJanoDio、HydraJanoDio リスニングテスト、レームチェンジェラグ。 ザ・レーム・プロジェクト、2014年5月14日、閲覧。トゥ・レイム・ヒストリー、ハッ,ッーーハット・マルチ。スレッディング・レーム・ MP3 エンコーダー・ハット・マルチ。スレッディング・レーム・ MP3 エンコーダー。ケース・スタディ・フォー・ファンクショナル・ディ・コンピッション・マルチ。スレッディング・アプローチ。レイチェ・シュテイン・ギロット、2019年10月29日、閲覧。ありがとうございます。